さん、こんにちは。玉村玉緒です。ある日、アンナ様が、イオ様、マンタさん、リュウさん、そして私を呼んで、こうおっしゃられました。踏ん張り温泉を盛り上げるための計画は、新たな段階に突入したわ。まだやんの？新たな段階どころか、スタートすらしてないと思うんだけど。おかみ、今度は何を思いついたんです？私にできることでしたら、何でもいたしますけど。考えてみたら、私たちは温泉というものをちゃんと理解していなかったと思うの。世の中にはどんな温泉があるのか、まずそれを調べるべきだわ。おう、確かにな。今度は言ってることがまともっぽいね。そこで、知り合いに声をかけて、地元の温泉を案内してもらうよう段取りをつけたの。これがリストよ。まずホロホロ、それからレン、リゼルブ、チョコラブか。ちょっと待ってください。俺やマンタは何のために呼ばれたんすか？僕らの地元は踏ん張りが丘だ。民宿園の他に温泉なんてないよ。私もヨウ様と同じく出雲育ちですから、改めてご案内しなくてよいのでは。これを見なさい。植物図鑑よ。山菜のページっすか？イタコグサ？めったに見つからない幻の山菜。取れる場所は西日本のどこか、温泉の近くらしい。って書いてあるね。このイタコグサを探してほしいの。前に旅館の名物料理を作るために、マンタとリュウに食材を探しに行ってもらったでしょ。あれに再びチャレンジよ。マンタさんとリュウさんと私で？そう、あんたの占いに期待するわ。ちょっと範囲が大雑把すぎない？西日本のどこか温泉の近くって。それに幻の山菜なんすよね。いくらタマオちゃんでも簡単に見つけられるとは思えないんすけど。やるの。シャーマンキングドラマ CD世界温泉料理の旅。